竹野一人朝礼です。仕事の実践力や自己のスキルアップのための、一人朝礼です。今日から始めたんですけど、ヘアサロンを経営してまして、リストーロというヘアサロンを経営しているので、それの朝礼ですね。やるべきことっていうのは、今日のやるべきことは、動画を、作るための、1本作るための準備を、2本かな、2本作るための今日は準備をするということと、集客の、ブログを作るってことですね。で、手書きポップを作り直す。最近、店で手書きポップっていうのを作ってるんですけど、それを直すってことですね。あと、もう一つは、何か一つ店で何でもいいので、店に関することで改善点を一つ見つけるということですね。店では以上なんですね。で、理美容の、マーケッターっていうのを今してるんですけど、その集客の、ブログを一つ作るってことですね。集客のネタかな。ネタを考えるっていうことを一つすることですね。あと、自己のスキルアップなんですけど、フォトリーディングっていうのはしてるんですけど、そのフォトリーディングっていうのは、本を早く読むやり方なんですね。それを去年の8月から今年の7月までしてるんですけど、それを、300冊読むっていうのをしてますね。それを今のところ279冊なんで、今日、1冊読もうかなと思ってます。竹野、一人朝礼でした。